神奈川県立光寮高等学校は、神奈川県横浜市ほどがやくゴンタ坂1-7-1に、ある県立高等学校。横浜国立大学教育学部に、将来、付属高等学校を設置するという意図のもとに、1966年、横浜市中区立野にあった、横浜国立大学教育学部付属横浜中、学校の隣接地に、 神奈川県立横浜立野高等学校山手文校が設置された。しかし、国立高校への移管は、病警戒からの反対などで行われず、神奈川県立光両高等学校として独立し、現在に至っている。そうした経緯から、開校後数年間は、横浜国立大学附属中学からの進学者が大半を占め、学区の扱いも柔軟なものであった。 1971年、現在地に移転。2007年、県教育委員会から、学力向上進学重点校10校のうちの1校に選ばれた。ほとんどの生徒が進学希望である。2009年4月からは、横浜国立大学教育学部付属横浜中、学校と連携し、中高一貫教育が実施されている。同校創立時の目標が40年を経て、 形を変えて達成されることになった。二学期制で2008年度より90分授業を採用する。2018年度から65分授業に移行した。山手文工時代の学生、職員たちによって命名された。県立高校で地名に由来しない校名が付けられたのは1960年代当時は非常に珍しかった。ゴンダ坂にちなんだ。 ゴ田坂高等学校という校名も候補の一つであったが、女子生徒陣の猛反対に愛実現しなかった。ありがとうございます。